AMD r a d e o n ソフトウェアは AMD の GPU である AMD r a d e o n シリーズ、AMD Fire Pro、AMD r a d e o n Pro シリーズ用のドライバーソフトとユーティリティソフトの集合体で Microsoft Windows と Linux に対応している。また AMD APU のグラフィックスドライバーとしての役割も果たしている。旧称は ATI カタリスト、AMD カタリスト、 提供されるソフトウェアのバージョン番号はとなっている。ただし、これらはドライバーの内部バージョンとは異なる。Fire Pro、Dadium デ Pro デシリーズ用のドライバーはワークステーション向けのドライバーであり、オパングルや各種プロフェッショナル向けグラフィックスアプリケーションソフトウェアへの最適化がなされている。2015年11月にはカタリストの後継として品質の向上や ユーザーインターフェースを刷新した新たなソフトウェア、レイディオンソフトウェアクリムゾ i m s o n e d がリリースされた。クリムゾンは2015年から2016年にかけてのメジャーバーチョン名となる。2017年には別の赤にちなんだメジャーバーチョン名が付けられることが予定されている。なお、クリムゾンが対応するハードウェアは、グラフィックスコアネクストアーキテクチャを採用した 製品の目となることが予定されていたが、その後非 g CN の旧世代 GPU に対応するクリムゾンも別途リリースされた。バージョン16.3からはローレベルグラフィックス API であるベルコンにも対応している。なお FirePro のドライバースイートに関しては、かつてカタリストプロというブランド名が使用されていたが、バージョン16-94からはカタリストプロの後継として、 Fire Pro r a d e o n Pro ソフトウェアという名称となった。記述のドライバはデスクトップ版カタリスト10.6とする。なお、AMD 690G, 780G, 880G などのチップセット統合型グラフィックスでは、性能的な制約から一部の 3D 設定が適用できないようになっているが、基本的な設定項目に変わりはない。 全体の設定として、パフォーマンス画質の間で調整可能であり、レベルは、最適、パフォーマンス、ハイパフォーマンス、バランス、パフォーマンス、高画質、最適画質の6通りあり、左に調整するほど画質が荒く高速に描画され、右に調整するほど画質が向上し描画負荷が増大する。フィルターレベルは、ボックス、ナロー、テント、ワイド、テント、 エッジディテクトの4つがあり、倍率を上昇させることで画質が向上するが、そうして、描写負荷が増大する。1ピクセルごとのサンプル数を 2X から 16X の間で調整でき、値が大きいほど高画質になり奥行き感が増すが、高負荷になる。ドライバがサポートするアプリケーションが起動した時に、それに最適化された動作設定を呼び出すので、無効化されていると、 AA が効かないケースもある。ただし古いゲームでは無効化しないと動作不安定になることもある。パフォーマンスと画質の間に調整箇所が4つあり、左に調整するほど軽負荷中画質になり、右に調整するほど高負荷高画質になる。垂直リフレッシュは描画速度に関わるもので、一般的には V シンクと呼ばれる。オフ設定にすると、 フレームレートの上限を解除し高速に描画させる。ただしアプリケーション側で設定できる場合は無効化されることがある。基本的にはアプリケーション側で指定しない限りオフが推奨される。設定によってはアプリケーションデザインに意図しない高速化やパフォーマンスの低下を招く動画を高速に別の形式に変換を行うソフトウェア。 カタリストコントロールセンターの基本モード内から動作することができる。詳細モードからは動作させることはできない。変換処理の一部に GPU アクセラレーション技術を用いることにより高速なエンコードを可能にしている。以下の形式への変換に対応する。大まかな画質設定のみ可能であり、ユーザーによる細かい出力設定はサポートされていない。また、 1>, 1パスのエンコードのみが可能であり、複数パスエンコードは行えない。以下は特定機種向けの設定のため、画像サイズの変換も行われる。括弧内話の順。HD の GPU 支援プログラムであり、動画のデコード、エンコード、解像度変更支援やインターレース解除機能などで構成される。一部機能はハードウェア固定機能を用いる。 ダークチョフィルタとして提供されている。これらは一部のみ利用することも可能であり、これらの組み合わせに限定されない。対応ソフトウェア、または a ビ i v o ビデオコンバータを用いることで動作が可能。オーバークロック機能として AMD オーバードライブを搭載している。鍵マークのロックアイコンをクリックし、ロック解除後に操作可能となるが、利用は自己責任となる。 カスタムクロックをテストして最適なオーバークロックの値を抽出する機能を搭載しており手軽に GPU クロック、メモリクロックを上げることができる。これによりグラフィックスカードに搭載された GPU のパフォーマンスを引き上げることができるとされる。グラフィックスカードに内蔵された温度センサーにより GPU の温度を表示させる機能を搭載しており 必要に応じてファンの回転速度を手動調整することも可能。また GPU の温度が極度に上昇すると安全な温度まで自動的にクロック速度を落とし破損の危険を回避する機能も搭載している。プロファイルマネージャーを使い 3D アプリケーションの実行時のみ AMD オーバードライブが動作する設定にすることも可能とされる。AMD オーバードライブの後継として レディオン・ワトマンと呼ばれる電力管理ユーティリティがリリースされた。ワトマンはレディオン RX400 シリーズと互換性がある。メーカー性能と PC には CPU 内蔵 GPU と単体 GPU を切り替えることのできるものが存在する。カタリストコントロールセンターには切り替えの設定を変更できるページが設けられており、アプリケーションごとの GPU 選択や 外部電源接続、非接続時の GPU 選択を設定することが可能である。AMD Crossfire、CrossfireX は複数の GPU を強調動作させて分散レンダリング処理を行う技術である。カタリストコントロールセンターで詳細設定が可能となっている。ありがとうございます。